オーバンの言う通り安全に進めそうだ。オアシスで水を確保できて助かったわ。お、戻ってきたぞ。どうだった？話をつけてきた。この町だけは問題ねえ。この町だけはって他はダメってこと？安全に行けるように案内するとか言ったのに面目ねえな。問題が起きてるんだわ。どんな問題が？話の通じる知り合いがいるって言ったよな。昔なじみのマゼランって名の盗賊でここいらを仕切っていたんだが、そいつが半年前から別人のようになっちまったとこで、他の盗賊団と揉めてるみてえなんだ。ねえ、もしかしてそのマゼランってやつも操られてる可能性はあるよな。戦闘は避けられないのか？マゼランと話をつけられない以上、縄張りに入ったら攻撃されるだろうな。あいつに何があったのかも気になる。マゼランのいる盗賊砦に寄ってくれねえか？わかった。では経路についての説明を頼む。もしマゼランが操られているのなら正気に戻せるか試してみよう。癒し手が必要ですか？了解しました。出撃するぜ、オーヨ。行けばいいんだな。出陣します。私に任せてください。目標確認。
負けられません。させる。どうしましょうか。空から向かいます。下がった方がいいでしょうか。どこへ参りましょう。癒し手が必要ですか。了解しました。私に任せてください。俺の番か。ここは離れた方がいいぞ。いけません、ここは危険です。うん、狙われてんな。ここは離れた方がいいぞ。無駄だ。させぬ。安心して、割り込みます。そうだよ、戻してやるよ。はい、よろしか。すぐに手当てを回復します。しますよ。行ってきます。どうしましょうか。行きます。成敗します。よし、行こう。さて、行くぞ。なめてんじゃねえぞ。行けばいいんだな。なんだ、やんのか。あるぞ。当たれ。と仕返ししてやる。見たか。
勝負しようじゃねえか。何か落ちてましたよ。私に任せてください。行きます。どうよ。
届きな。負けられません。目指せそうですな。お手伝いしますよ。わかりました。これはありがたい。どう出るべきか。ぬかお、俺を見とけよ。考えるんだ。精一杯頑張ります。こんなはずは。これも食らえ。お守りします。お見通しよ。はい、安心して割り込みます。許さないわ。すぐに手当を回復します。そんな。はい、休みましょう。どこへ参りましょう。行ってきます。お邪魔しますね。お手伝いしますよ。わかりました。バンカー行けばいいんだな。押さえた。これでいいんだな。どうよ。ああ、出発だ。おとといきれ。どうしましょうか。全力で答えよう。どう出るべきか。元気が湧いてきました。お役に立てるよう頑張ります。行きます。私に任せてください。次はどうすべきか。着きました。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。すぐに仕留めます。気をつけて。よし、いい子ね。もっとお役に立てそうです。私たち息ぴったりでしょ。どうしましょうか。目標確認。
回し手が必要ですか？負けませんよ。逃さない。はい、援護します。息ぴったりです。この子にご褒美あげちゃいます。私に任せてください。行きます。先に進むわ。お役に立てるよ。目標確認。さて、どうしましょうか。お役に立てるよ。頑張ります。行きます。考えるんだ。よし、どう出るべきか。行くぞ。ここは抑えた。考えるんだ。どう出るべきか。不調度にもない。いいものを手に入れた。到着した。勝負しようじゃねえか。あると思うな。勝負しよう。ふざけんな。言って言いたくないね。しれしれ。どけ。ドア。なめてんじゃねえぞ。切り込む。なんだ、勝てると思ってか。楽勝だぜ。俺を見とけよ。任せとけ。さて、よし、よし、制圧したぞ。考えるんだ。向かおう。少し休ませてくれ。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。目標確認。私に任せてください。ありがとうございます。すぐに仕留めます。勝てましたね。私たち息ぴったりでしょ。お役に立てるよ。頑張ります。空から向かいます。どこへ参りましょう。行ってきます。さて、よし、考えるんだ。湧いてきました。私に任せてください。なんだかやれそうです。どう出るべきか。湧いてきました。どう出るべきか。向かおう。成敗します。頑張って。貫く。これでどうです。
きますよ。これを。はい。そうか。よし、いい子ね。やりました。癒し手が必要ですか？わかりました。楽しませてもらうぜ。備えますよ。やりやがったな。すぐに手当てを。回復を。この子は。はい。そうや。割り込みます。終わねえ。休みましょう。ねじ伏せろ。さて、力が湧いてきました。どう出るべきか。ありがとうございます。負けられません。マゼラン、俺に貸した金のことも覚えてねえのか。貴様のような男など知るか。入って。ぬお。こいつはマゼランじゃねえな。がめつくて有名なお前が貸した金を忘れるわけねえ。借りてる側の言葉か。アレインの旦那、言っちょったのは。確か馴染みの騎士のグロスタに呼び出された時だ。そいつが連れてた変なジジイに魔法をかけられて、このざまよ。くそ、情けねえ。アレインだっけ。旦那には世話になったな。俺のことも思い出せたんだな。ああ、お前はとっとと金返せよ。今すぐ返せ。よし、それでこそマゼランだ。なことより旦那、今の状況を教えてくれるか。助けてもらった借りは働いてきっちり返すからよ。俺はそういう男だぜ。
頭、先代が正気になったみたいだぜ。なんだと。ようリーザ、心配をかけたみたいだな。心配だと、よくも言えたな兄貴。あんたのせいでどれだけ仲間が傷ついたと思ってる。それについては悪かったよ。だがあん時の俺は俺であって俺じゃねえ。支配の術で操られてたんだ。は、操られてただ。そいつは都合のいい冗談だね。つうことはさ、今も私らを騙している可能性だって捨てきれないね。穏やかじゃねえな。待て、マゼランの身の潔白は俺が保証する。オーバン、あんた生きていたのかい。見たところ偽物には見えねえ。昔と変わらず男前だろ。ほざけ、変わらないね。何年経ってもその性格は。分かったよ、オーバンの人相に免じて信じてやるよ兄貴。どっちにしてももう仲間は数えるほどしか残ってないからな。なんだと、俺がいない間に何があったんだ。オーバン、グロスタって黒騎士を覚えてるか。ドラケンガルド王国ルートヴィヒ王子の近衛だろ。砂漠の民のために国と組織を裏から取り持ってくれたやつだ。あいつがどうかしたのか。兄貴と同じだよ。あいつも様子がおかしくてさ、突然人が変わって攻撃を仕掛けてきやがった。何度も襲撃されたせいでこの地を去ったやつも多いんだ。マゼラン。ああ、グロスタも術にかかっているに違いねえ。大変だ。どうした。グロスタの兵士たちがこっちに進軍してきてる。面倒だね。解放軍のことを嗅ぎつけたのか。ひとまず西の村に退避するよ。村を拠点に奴らを迎え撃つ気か。ああ、その通りだ。このままおとなしく引き下がるのは性分じゃねえ。俺からも頼む、グルスターを指輪の力で助けてやってほしい。もちろんだ。この状況を放ってはおけない。
仲間は一人も失わねえ。行ってくる。行こうか、命令しろ。じゃあ、行くか。出陣します。どうしましょうか。目標確認。出撃するぜ、俺の番か。行けばいいんだな。少しはできんのか。回復します。いつも取っとけ。邪魔をするな。すぐ直す。休みましょう。ずーっと。これでも食らえ。いたか。これが俺の実力だ。やってやるよ。およおよ、任せておけ。そこだな。俺を見とけよ。任せとけ。すぐに仕留めます。無意味だ。仲間は一人も失わねえ。任せとけって。あたしの矢からは逃げられないよ。行くよ。あたしらの庭を取り戻すんだ。当たれ。無駄だぜ。お見通しだぜ。貫け。シャラクセ。貫け。俺の番か。行けばいいんだな。仕方ねえな。分かったよ。威勢だけよ。なんだよ。私の矢からは逃げられないよ。当たれ。こうするぜ。またあんた。また。やってやろうじゃねえか。じっとしてな。もうだったよ。ふざけんな。静かにし。ほらほら、好きにはさすら。戻してやるよ。止める。止める。くらえ。無念だろうな。しゃあ、俺の勝ちだ。命令しろ。しゃあ、行くか。成敗します。どんなもんや。私に任せてください。行きます。風穴を開けてやる。無理すんなよ。私はやれるんだ。これが
砂漠の民の意地ってやつさ。仲間は一人も失わねえ。任せとけって。あっちから狙ってきやがる。制圧だぜ。任せておけ。そこだな。命令しろ。勝負しようじゃねえか。任せとけ。負けませんよ。やりました。どうしましょうか。空から向かいます。制圧に成功しました。お役に立てるよう頑張ります。目標確認。私に任せてください。ありがとうございます。これ戦いで使えませんか。お役に立てるよ頑張ります。私に任せてください。元気が湧いてきました。どうしましょうか。行きます。成敗します。行ってくる。成敗します。私たち息ぴったりでしょ。どうしましょうか。空から向かいます。ここを制圧です。少しはできんのか。任せておけ。おうよ。仲間は一人も失わねえ。あたしの矢からは逃げられないよ。すぐに仕留めます。
ご褒美あげちゃいます。私に任せてください。行きます。行けばいいんだな。俺の番か。ああ、出発だ。指示をくれ。分かったよ。やってやろうじゃねえか。効かない。そうだよ。まだやれます。戻してやるよ。これでも食らえ。無駄だぜ。真っ二つだ。効かねえぜ。強くなっちまったな。気分がいいな。これが俺の実力だ。エレジロン、そこだな。仲間は一人も失わねえ。おけ。おうよ。私に任せてください。目標確認。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。なんだやんのか。開始してやるぜ。貫け。すぐに手当てを。ふっ止め。はい。立てねえ。回復します。回復するぜ。調子上がってきたぜ。仕方ねえな。しようじゃねえか。俺は強い。おうよ。行けばいいんだな。仲間は一人も失わねえ。任せとけって。
てもらい。俺を見とけよ。させておけ。なんだやんのか。行けばいいんだな。やってやるよ。押さえた。これでいいんだな。命令しろ。しゃあ、行くか。やってやろうじゃねえか。ほう、この熱さを超えてきたか。これは久々に戦いがいがありそうだ。ああ、お前相手だとはやっぱりやりづれえな。しゃあねえ、オーマンに殴られた腹いせだと思ってくれよ。ここは本当に元に戻ったのかい。おそらくな。俺は一体。そうでしたか。俺は砂漠の民に対してなんとひどいことを。あなたのせいではない。全てはゼノイラの仕業だ。そうだ、お前さんなら民の信用をまた取り戻せるさ。グロスタ殿、俺たちと共に戦ってくれないだろうか。アレイン殿、ありがたい申し出、痛み入ります。しかし亡国とはいえ、俺はドラケンガルドの近衛騎士。己を取り戻した今、
主から命ぜられた通り、この地を守らなくてはなりません。歓談中すまない、少々よろしいかな。まさかあなたは知り合いなのか。古くからの友人でね、二人で話がしたい。悪いが外してもらえるかな。ああ、分かった、行こう。大場、久しいな、グロスタよ。ネズミ一匹入れないぜ。
かせとけ。
兄貴、大変だ。解放軍って連中だろ。とっくにこいつから聞いたよ。おめえは行動がいつも遅いんだよ。すいません。で、どうします、兄貴。どうすっかな。俺ってさ、勝ち馬に乗るのだけはうまいんだよね。傭兵上がりの俺様が騎士になるとのも、この情勢を見極める力のおかげや。でも最近さ、ゼノイラについてても美味しいことねえだろ。よし、舞台から腕の立つ連中を連れてこい。品のいい連中みたいだから、正面から素直に挑んでくるだろう。解放軍の実力を試してやろうじゃねえか。街を守り抜きましょう。わしが取り扱う武具は技物じゃ。いや、よくぞ来てくださいました。自慢の品を見ていってくっ、ありがとうございます。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 
止まれ。止まらん場合は命の保証はせぬぞ。すぐそこが私の家なんです。あんな柵の中で死ぬならせめて家族に一目会ってから。天幕に戻るんだお前たち。町へ入るというのならば。侵入した者はこれで全てです。一人も逃してはおりません。これを正しい判断だったと言える日が来る。そうだと言ってくれ。ヒルダ様が可愛がっていた新兵ですね。こいつもあの部隊に。報告では戻ってくる途中で部隊のほとんどが発病していたと。仕方のないことだと思います。死体には触れるな。専門の役人が片付ける。あの恐ろしい病を再び町に入れてなるものか。6年前町の半数近くを死に至らしめたあの死病を。ゼノイラを悪く言う者が毒の空気を吐いているだとか、獣人たちの呪いだなどと触れ歩く者も出ておりまして。民衆を惑わすような輩は捕らえて頭を冷やさせろ。6年前にも怪しげな迷信で民衆を扇動する者がいた。私が警備するからには秩序を乱すことは許さん。外からこの地に来る者の調べは順調か。商人からは不満の声が上がっております。文句があるなら収容施設に送ると脅しておけ。病の報告が相次ぐ南方から来る者は念入りに調べ上げろ。ヒルダ様、ヒルダ様、申し上げます。反乱軍が動き出しました。この混乱の最中さらに面倒を引き連れてきよって。出陣の準備を急げ。秩序を保つのだ。お任せください。行きます。行こうか。任せておけ。そこだな。出撃するぜ。俺を見とけよ。任せとけ。出陣します。私に任せてください。空から向かいます。次の指示を。作戦をお聞かせください。行動に移ります。俺の番か。行けばいいんだな。
少しはできんのか。おとなしく行くぜ。これならどう。せすぐ直す。止める。道を開けろ。なんだと。安心して。の勝ちだ。命令しろ。しゃあ行くか。それは引かんぞ。こんなはず。勝ちだ。負けはしない。このまま勝ち続ける。騎士の誇りにかけて進軍いたします。負けはせん。悪く思うな。はっ。くそー。こいつらないわ。どうだ。我らの勝利だ。恨んでくれるな。お任せください。行動に移ります。圧倒してみせよう。無念だ。そこだ。無念だ。これでも食らいだ。はずは。このまま勝ち続ける。騎士の誇りにかけて行きます。なめてんじゃねえぞ。これが俺の力だ。強くなった気がするぞ。俺を見とけよ。ああ、出発だ。俺は引かんぞ。お聞かせください。行動に移ります。負けませんよ。これでどうです。させるか。させる。ぶちのめせ。せい。苦しい。浮き上がり。すぐに手当てを。通してみせよう。切り込む。回復すれば。まだ終われないか。立ってられるか。許さないわ。回復よ。好きだらけよ。どうだ。図に乗るな。これでも食らいだ。負けはせん。悪く思う。悪くない。負けはしない。力が湧いてきた。このまま勝ち続ける。お任せください。進軍いたします。俺は引かんぞ。突き
寝てろ。許さないわ。そこ。つらく。まさか。我らの勝利だ。もっと腕を磨かねば。無駄にはしない。騎士の誇りにかけていきます。負けませんよ。これでどうです。よし、いい子ね。この子にご褒美あげちゃいます。私に任せてください。目標確認。任せておけ。そこだな。お任せください。必ず成果を出します。俺の番か。制圧完了しました。なんだやんのか。無駄だぜ。当たれ。取れてるぜ。くらぶけ。今の覚えたぜ。うがっ。どこ狙ってまっすいな。じれじれ。せいぜい潜る。もらった。こんなはずは。お待たせ。狙い通り。勝てると思ったか。俺を見とけよ。騎士の誇りにかけて進軍いたします。勝負しようじゃねえか。無駄だぜ。無意味だ。受け上がれ。へっちゃらだぜ。どうや。打ちのめせ。くっ。くらい。立てますね。おっと、強くなっちまったな。おうよ、任せとけ。よし、制圧したぞ。圧倒してみせよう。このまま勝ち続ける。作戦をお聞かせください。騎士の誇りにかけて。作戦をお聞かせください。行きます。やってやるよ。任せておけ。やってやるよ。命令しろ。次も負けない。ここは抑えたぞ。お任せください。進軍いたします。合わせていただく。到着。騎士の誇りにかけて行きます。どうしましょうか。
んだやんのか。これが俺の力だ。俺は強い。お任せください。次の指示を騎士の誇りにかけて行動に移ります。負けません。やろうじゃねえか。落ちてたぜ。成敗します。共に参りましょう。勝てましたね。私たち息ぴったりでした。どうしましょうか。空から向かいます。どうすんだ。到着いたしました。戻っていたんだな、プリム。姉様。私と来るんだ。この辺りは病がひどい。苦しむ人にはなおのこと、信仰の救いが必要となるわ。相変わらずか。だが、一角獣が何をしてくれる。病の前では誰もが平等だ。王も教皇も死病を恐れる。信仰など何の役にも立たん。お前も見たはずだ。権威と秩序が失われたあの6年前のひどい有様を。姉様、聞いて。死病の原因を調べていたら、教会の人たちが見つけてくれたの。この近くにある遺跡の奥、そこにおびただしい数の毒薬やゼノイラ軍の武具があったって。ゼノイラが秘密裏に毒を作って辺りに撒いたか。うまく吹き込まれおって。反乱軍の剣伝だろう。そんな、調べてみればわかるはずよ。ついてくる気がないならすぐに立ち去れ。
序を乱すようならお前も罰せねばならない。姉様、してやろう。姉様、戦いは避けられないの？プリムか。今さら語ることはない。妹とて容赦はしない。任せろ。好きだけよ。で、割り込みます。そこ。なんと風に乗った。させる。風に乗るな。割り込みます。これでどうです？許すわけにはいかん。もらった。すぐに手当てを。えい、おとなしくしていろ。狙い通り。回復します。癒しを備えますよ。息ぴったりです。しましょうか。私に任せてください。目標確認。俺の番か。行けばいいんだな。騎士の誇りにかけて行きます。やってやるよ。おうよ。ここを制圧です。しましょうか。空から向かいます。成敗します。させるか。はい、やろう。貫く。共に参りましょう。ごめんね。なめるなよ。報いよ。はい、休みましょう。だるい。このままでは回復を。苦しい。回復します。勝てましたね。私もまだまだいけそうだ。一旦休憩しないとですね。私に任せてください。お役に立てるよう頑張ります。どうよ。出発だ。私に任せてください。目標確認。負けませんよ。危ねえ。お察しいたします。これでどうです？これで許すわけにはいかん。すぐに手当てを。どうだ、なめるなよ。はい、正義を歩け。私としたことが気負いすぎた。一時引かねばならんか。しようじゃねえか。うわっ、調子上がってきたぜ。楽勝だぜ。We'll be right back.
前が反乱軍の指導者だな。好きな刑に処するがいい。だが一つだけ言わせろ。深刻な問題だ。聞こう。話してみるんだ。民衆に身の安全を通達し、直ちに交易路の封鎖を行え。戦を恐れて各地に逃げれば病も広がってしまう。殿下、やはり疫病の被害がひどいようです。報告通り、ゼノイラの爪痕は深いようだな。クロエ、彼女の言うように道の封鎖と通達を。はい。待てよ、俺も手伝う。爪痕、そんなでっち上げで人々を煽って混乱へ導くわけか。6年前、ドラケンガルド軍は5ヶ月もの間この地で侵攻を食い止めていた。そんな屈強な彼らがなぜゼノイラ軍に敗北を喫したのか。それは突如としてこの地に広まった死病のせいだ。まるでゼノイラ軍の侵攻を後押しするように広まった病で、そんな偶然があるだろうか。信じるものか。もういい、そんな話無駄だ。早く私を処刑するがいい。ヒルタ、部下が慕う有能な指揮官は敵としては厄介だ。あなたが死ぬまで戦うなら兵も最後まで抗うだろう。敵にしたままではこちらも困るな。だから解放軍に力を貸してほしい。ふざけるな。寝返れというのか。ゼノイラが気に食わなかろうが、今の私はゼノイラの兵だ。私が日和見では軍の秩序を失うこととなる。それも仕方のない答えだ。では処遇を決めよう。武装を解き、我が軍の監視下で病への対処を手伝ってもらおう。いいだろう。急がねば封鎖が意味をなさなくなる。私が取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。またな。いや、よくぞ来てくださいました。自慢の品を見ていってくださいよ。ありがとうございます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 。またご…
どうしたんだヒルダ。こいつを返してくれた礼を言いたくてな。ああ、解放軍で預かっていたが、竜もあなたでなければ暴れると聞いたからな。そうだったな。こいつは私にしか懐かない。プリム、お前の言う通り確かにあったよ。この遺跡の奥に数々の実験の跡や証拠が。死病を振りまいたのはゼノイラで間違いなさそうだ。よかった、信じてくれたのね姉様。お前たちがもしゼノイラを倒せたとしたら、この国をどうする？ドラケンガルドだけじゃない、この大陸のあるべき秩序を取り戻そう。そうか、秩序。ところでお前の部隊の編成はひどいものだ。戦術を考えるならもっと機動力を生かせる兵がいなければ。腕のいい竜騎兵が欲しくはないか？そんなに有能な者がいるのならぜひ仲間に加わってほしいよヒルダ。仕方がないな、手を貸そう。